今日はちょっとご飯作ろうかなと思ってます。なぜかというとですね、今日はちょっと寮が帰りが遅いので、ちょっと僕が作んなきゃなってことで、なんか松屋とかももちろんあるんだけど、ちょっと作りたい、頑張って作りたいって思ってやりましたで、ちょっとスーパーとかも3軒ぐらいはしごして一番安い食材たちを集めてみたいなことしてたんですけど、もうそれだけでちょっと今疲れちゃって、正直で今から作るってなるとあーって感じなので、今日はもうみんなに見てもらおうかなって思って動画を作ります。こうやってみんなとやってれば、まあ乗り切れるだろう、正気を保てるだろうってことで回させていただきました。ぜひ夕食じゃないか。だってもう9時ぐらいだもんね、アップしてんの。だから、まあ明日のご飯あたりのちょっと目安に参考に作ってもらったらいいと思います。で、今日その量が多分9時10時もっとかかるかもしれない、そんぐらいで。で、僕も夜遅くまで仕事してたいんですよ、今日は。ってなると、じゃあどのタイミングでご飯作るかってなると、今3時ぐらいで、よし、この時間が今は、ちょっと余裕がある時間なので作っとこうって思って。で、ご飯は冷凍で置いてあるから。で、なんかあんまりね、置いとくの嫌だなって思ってんだけど、置いといても美味しいやつを作ろうって思ったら、カレーだって思って、カレーを作ります。で、うちのカレーはちょっと楽なので、多分20分ぐらいかかるかかかんないかぐらいなので、作っていこうと思うんですけど、いいですか？でも、もしね、ちょっと、翔太だけかよみたいな。とか言うんだったらもう、ちょっと後ら辺にりょうちゃん絶対登場してくれるので、そこまでちょっと、飛ばしてもいいよ。サラダ用にキャベツ切りまーす。新鮮。いや、なんかさ、いつも通り、松屋にしようと思ったの、正直。今日も二人で話してたんだけど、最近松屋ってしょっぱくない？で、しょっぱいからさ、ちょっと食べれないなと思って、もともと薄味派なんだけど、ちょっとしょっぱすぎる。いや、まあ、なんか疲れてる時そういう味食べたい時もあるんだけど、なんか違うなって思ったんだよね。僕、料理の学校を出てまして、先生たちは料理人の人なんですけど、なんか学生の時に千切りについて、どうやったら千切りうまくできますかとか、コツはありますか、早くできる方法ありますかって先生に聞いたことがあって、それでなんか先生が言ってたのは、なんだっけな、なんか息を止めてあとは気合みたいなこと言われたので、なんかその当時ね、なんだそれとか思ったの、正直。なんだその話みたいなことを言ったんだけど、でも今考えたらよ、多分こうやって喋ったらこんな感じじゃん。でも多分息止めるじゃない。そうすると、わかる？多分コツっていうよりかは、なんか多分今大人になってとか数年経ってわかった。その意味が。確かになんか包丁切ってるとき集中するとさ、息止まってるもん。ようやくわかったね。気合とか言われて、なんだそれとか思ってたけど。こうやって千切り作るじゃない。で、りょうちゃんとかは絶対こういう芯とかこういうのとか嫌な人なの。絶対捨てるの。こんなんね、刻んだら食えるんで、俺はしれっと入れちゃいます。食えんだろ、これぐらいよ。マジで。食えんのよ。刻めば。なんか玉ねぎの皮とか言ったらさ、そりゃさ、そこはちょっと食えない。てか、ま、実際は食えるかもしれないけど、まあ、ちょっと美味しくない部分じゃん。でももうこんなところなんてもう食えますからね。ほんとに。へい、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 よっしゃ、あの駅と
できたできた。もうあとこれにもうドレッシングぶっかけりゃ OK なんで、これは完成です。ういういうい。じゃ作り方は概要欄に載せるんで、カレーもやっちゃいます。あ、なんか思い出した。なんかさ、俺さ、インスタとかで、まあ、料理のチャンネルとか、チャンネルじゃない、料理のインフルエンサーの人とかフォローするの、してるの。てか、好きだから、自分が実際さ、料理作ってさ、参考になることめちゃくちゃあるから、見たりすんのよ。だからまあ、全員が全員じゃないし、そんなことないんだけど、一人だけ、もともとすごくちゃんとした料理を作ってて、あ、なんか参考にしようってするの、実際参考にしてたし、作ってたんだけど、なんか、その最近、ちょっと、なんだろう。なんか本当に小さいことかもしれないんだけど、なんか、例えば小麦粉をふるいにかけますとか言って、かけてる風に見せて、もう2、3秒後にバッとか、何かを入れますっていう、ちょっと適当になったの。で、なんか、それはいいのよ。なんか別に、実際無駄にしてないから。で、俺がちょっと本当に嫌だな、嫌な話なんだけど、嫌だなって思ったのが、はかりあるじゃない？料理を使うはかり。はかりに、まあ、調味料を測るから測りますって言って、普通にさ、そこにさ、コップ用意してさ、バーってかけたらいいじゃない。でもなんか、絶対こぼすように、移すの。なんだろうな。で、それでさ、コメント欄とかも一応見たりすると、あ、もう今日も面白かったですとかさ、そういう風にさ、称えられてんの。なんかわかんないなって思って正直。それでさ、見てて元気もらってる人もたくさんいると思うし、それなら別にさ、やってそんなことでもなんでもないし、でもなんか無駄にする必要あるって僕思っちゃうの、すごく。それが面白いっていうのは何なんだろうって僕思っちゃって。なんか気にしすぎっちゃ気にしすぎなんだけど、なんかそういう風にちょこちょこ無駄にすることがそのエンタメって何なんだろうなって僕思っちゃう。なんか言っちゃえばさ、本当にな、もう気にしすぎよ、気にしすぎなんだけど、明日食べるご飯がさ、どうなるかわかんない人とかもたくさんいる中でさ、な、すっごい嫌だなって思っちゃったの。その料理を無駄にすることが、それがエンタメになるっていうのがすごく、なんか見てらんなくなっちゃったなって思った、正直。で、それが面白いって思うのも、僕はわからないな、正直。でね、いいかな、言っちゃって。なんかそれもそうなんだけどさ、あとさ、なんかさ、料理する人のチャンネルでさ、めちゃくちゃあんのがさ、大さじ1とか小さじ1とかあるじゃない。あれがすんごい適当？マジ、思う。なんか、ドバドバ入れて大さじ1とかさ、そんなんさ、なんか料理を多少やってる人とかだったらわかんのよ、正直。それ大さじ1じゃないことぐらい。なのになんかそれを、大さじ1だ、小さじ1だっていう風に発信するのって僕どうなんだろうって思っちゃうの。で、それを見て真似する人とかいるわけでしょ？参考にしてる人とかいるわけでしょ？なのにさ、しっかりしたものを、じゃないのに、何なんだろうって思っちゃって、それを見た時に。いや、本当にうるさいよ。ただのうるさい、あれなんだけどさ、料理を発信するならば、しっかり。なんかそこはしっかりするべきじゃないかなと僕思うんだよね。言いすぎ？言いすぎかな？カットする？言いすぎ。でもさ、思わない？どう見てもそれ大さじ1じゃないだろうみたいな量を、なんか動画で発信する人とかいるじゃない。いや、ちょっと、だから料理初心者の人でもさ、作れるようにしてよって思ったね。勘違いしちゃうじゃん。大さじじゃないのに、それ大さじっつったらさ、とかっていう。言い過ぎかな？大丈夫？大丈夫かな？ちょっとこれも、まあ多分概要欄じゃないや、コメント欄で載せようと思うんですけど、もう最初に全部具材とかカレーとかも入れちゃって、もう、なんていうの、もう混ぜりゃ完成みたいなやつを僕がカレーにしてます。はい、簡単、簡単。はーい。はーい。
ちょっとお腹すいた。お腹すいた、俺も。食べてどうぞ。え、だってさ、ご飯は。ご飯今やってるからさ。うん。ご飯待つよ。まあ、待てばいいけどさ。食べるよ、うん、じゃあ俺。俺も食べるし。食べてって。別に。うん。うまっ。いただきまーす。うん。おいしいね。うん。このドレッシング美味しいよね。うんうん。あんた、ここにいなきゃいけないんですか？ねえ。お座り。うん。偉い。かわいい。かわいい。癒しだ。俺の癒し。じゃあ、乗せてあげて。うん、いいよ。はい。はい、もっちゃん。もっちゃん来たの。なんで顔さん向けるのよ、もちまるちゃん。はい。わっせい、わっせい。あ、美味しそう。どうぞ。もっちゃん、カレーが来ましたよ。うん。行くよ。いただきまーす。いただきまーす。イエイエイ。あれ？そちゃんはスプーンじゃなくていいの？俺はフォーク。箸。美味しそう。いただきます。うん。ありがとう。うん。あは。うん。うん。うん。あ、うま。美味しい。うま。うん。うん。うま。足りなかったら言ってラーメン作るから。うん。ありがとう。お米も足りなかったらあるんで。丸まるんで、うん。あ、美味しい。うん。にんにん、にん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 。はい。なんかいいことあったの？ないです。なんか陽気だからさ。はい。いいことがあったのかと思う。ないない。何でしょ？俺が帰ってきて嬉しいんでしょ？当てたよ。ちょっと困るやつ。困るんだよな、それ。ん？困るのよ。そんなの言いなさい。遠慮しないで。ベッドの中で言ってあげる。うん、大丈夫。俺は用意してくれて、この納豆食べよう。うん。食べてみて。おいしい。あんた自分のところにはさ、マヨネーズちょっと抵抗あるし。あ、でも辛いよね。あ、そうか。じゃあやめたら。うん。なんか、マヨネーズ合うね。うまい。うまっ。うまピース。うまピース？うん。辛。辛いかも。うん。よくそんな辛いの食べれるの？辛いって言われたから辛いって思い始めてた。辛いっていうの感じなかった、ずっと。あ、ほんと？うん。なんで？え、美味しい。ちょっと待って。あるからね。うん。うまいぞ。なんで今残りを確認しに行ったの？え、だまだまだ食えるからって。うんうんうん。翔ちゃんがよそったからさ、中身どれくらい残ってるかわかるでしょ。まあ。うん。納豆も絶対美味しい。うん。よくできました。うん、美味しい。美味しいな。うまい、うまい、うまい。やばいぞ。どんどん食える。たくさん食べないよ。どんどん食える、どんどん飲める。うん。納豆うま。今日何があった？なんもないよ。なんでなんもないんだよ。生きることに必死なのよ、毎日僕は。どう必死なの？死にもがいて。うん。もがいて、もがいて、もがいて。うん。踏ん張って生きてる。ちょっと激しいね。激しいよ、もちまるちゃん。うん。あらら、落ち着いて。もちまるちゃんも、うん、今、もがいて生きてんの。もがいて生きてる。勇敢な顔してる。勇敢な顔してるね。うん。いろいろありそうな顔してるわ。うん。入れた？何の？納豆。じゃあ、間違えたんじゃない？マヨネーズ。マヨネーズ。うん、入れた。ね、美味しい。美味しいよね。いや、ちょっとご飯食べたら俺行ってくるわ、聞こえるじゃん。あ、俺も一緒に行く。うん、なん、本当に。なんで？ゆっくりして。うん、来るよ。本当に。うん、うん。一緒に来る。疲れた人いいよ。まあ、疲れたけどいいよ。
もちまると散歩するの好きだもん。本当？俺たまにしんどいなって思ってる。まあそういう時もあるよ。でも2回は絶対行ってるじゃない。まあでもね、2回行かないとね、ちょっとはしゃぎまくるからね。やっぱ1回のね、もう家ももちろんあると思うし、あれなんだけど、ちょっと1回だとね、ちょっとはしゃぐのよね、すごく暴れ出すからね。やっぱ2回だと、こういういつものみんなに見せてる落ち着いた持ち丸になるんですよね。そうね。2回が大事。1回だとちょっと足りないね、持ち丸は。後でね、あんたね。うん。え？後でね。うん。うん。ちょっと待って、うますぎるんだけど。おかわりしな。しょ。うん。ちょっと辛いのいらない。辛い。うんうん。はい。そのネバネバの納豆でチューしてみろ。チューしろ。もうあれよ。何？口も拭かずに、ベロチューすかも。いいよいいよ。だから豆の交換試合しよう。いやー、だ気持ち悪い。豆、なめなめして。なめ。